エルさん長押しでジェスチャー。先生はい、最近こジェれやっスてチたんャーですね、も、これ。エル、そうです。これもアンロックあ、なんですだんよ。だん増えていく感じなんですか。なので、す最ご初はい。使えないです。なるありゃ。ほど。はい。回数をやって、その物資を取ってとか、そういうアンロックしていくんですね。そうです。ですです。なるほど。姫、わかりました？大丈夫？大丈夫です。大丈夫？天尾先生の説明はすごいわかるんですけれども、多う分1個聞いたら1個忘れるタイプなんで。ん。やりじゃないですか。じゃあもう走り返方わ事かだんけない。は、返事だけはいいです。もう私、走り女方。の子になりました。あ、こあ、れ、そうそうそそう。の時々すごでいね。違うんそですれね。ね、大事なことなんですけど、大事なことっあ、ていう俺か、も女の子勘だ。違いしてる人いるんですけど、そう、キャラクターはね、ランダムなんですよ。ああ、ランダキャムラなんクだ。ターはなランダム。そう、るほ帽ど。子とかマスクとか、エンブレムとかは自分でカスタムできるんですけど、はい、選べるんですエンけブど、レムはさっき作りましスた。キンですね。基本的なスキンはランダムですね。なるほランど。ダム。はい。じゃあ、さっきの続きで、はい、マーク、はい。マークしてください。構えはてい。構えて R3。R3、マーク。はい、マークしました。右スティック、先長押生し。をマーク。そうですね、押し込みですね。はい。はい。あ、ついたこつれいた。ついたついた。すごく重要なので、はい。例えば、すごい遠くにいてもマークはできるので、弾は当たらなくても、マークしてあげマーるク。と、味方のレーダーに全部映るので、なるほど。あの辺に敵がいるんだなっていうのは大体わかりますよね。こうやって隠れてても。ああ、そっかわあ、そっかそっ本当かそっだ。か。はい。で、マークもある一定時間過ぎで、る消とえち消えゃう。ます。消えちゃいますね。じゃあ敵を見つけたらまずマーク。そうですね。じゃあ今度僕が、洋介さんマークしてみるので、ちょっはと声聞いててください。いい。はい。いですか？ハンターだ、そこだ。ハンターだ。ハンターだ。わかります？ハンターだ、そこだって言いましたね。マークされたのわかります？今。自分がマークされたときは、マークされるああ、と、相手の声聞こえますよね、敵の。聞こえ聞こえまましした、た。今。今、こ何？れ、姫さんマーク。ハンターだ、聞こえそこましだ。た。ハンターそう、だ。あ、あ、そうこすれるで、と、あ、自分私はの見場つかっ所がたんだバレ、な。あ、なるほど。それなで、るほ今はど。マークされたんだっていうことを認識できる。そうですね。なんで、相手の声とか、足音とか、銃声とか、そういうのにも気を配っていくなるほのはど。重要ですね。先生、もう一どう回ちすょっるとのか、マーク説して明。もらっていいですか？はい、いいで自すよ。分を。わ、やっぱそうですね。敵だっハンて、ター今。だ、気をつけろ。ハンターだ、気をつけろ。と、お、これお、で、はい。あ、見つかっちゃったんだなっていう感じのながんわですかね。りますよね。はい。なるなるほど。ほはい。ど。これがマークです。はい。はい。意外とね、意外と、なんで分かってない人が多いんですけど、マークはすごく重要です。敵だ、気をつけろ。敵だ、そこにいる。レーダーにも表示されるし、自分だけじゃなくて、味方のレーダー、全員のレーダーに映るので、なるすほごく重要なんです。ど。はい。これがマークです。マーク、はい。はい。ファイじアゃあフライ今だ。度、じゃあ、銃の扱いは、あ、もう一個もう一個、銃の扱い。今、セミオートライフル選んでますよね。はい。右、右下に今選択してる銃が表示されてるんですけど、さっきのカスタムでリボルバーも選んでますよね。はい。銃の選択は、十字キーの左右。十字キーの左左右。右。あ、変わった。はい。はい。左が本当だ。銃器大。右が銃器小。本当だ。練習してみてくださおお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 お
ヌンチャクみたいな。先生、早い、動き早い、背中かゆいっしょみたいな。背中かゆいっしょ。なるほど、これで変えられる。そうそう、これで変えるんですよ。なので、例えばセミオートで弾切らしたら、すぐに、十字キー右押して、リボルバーに持ち替える。ちっちゃい方を持つ。はい、これとても重要ですね。
あと武器によっては、その近距離が得意な武器とか、遠距離が得意な武器ありますので、うん、状況に応じて武器を選ぶ。なるほど。このリボルバー系のこういう章のやつはやっぱり近距離な感じなんですかね。近距離、あ、はい、リボルバーは近距離すごい強いですよ。だけど、あの今選んでるね、セミオートもリボルバーもすごく汎用性の高い武器で、あのレンジはね、結構遠距離までいけます。先生、レンジって何ですか？はい、レンジは距離ですね、敵との距離、はい、敵との距離、レンジです。レンジ、レンジ、はい、レンジ、距離、レンジどの距離でも活躍できるのはこの武器なので最初はおすすめですね、セミオートとリボルバー。はい、はい、じゃあこれが、銃の扱いです、はい、じゃあ今度はラスアスのまた特徴でもある工作やってみましょうか。工作、工作、工作、はい、左上のレーダーにマップっていうかレーダーに二重丸が4つ表示されてますよね。二重丸、はい、はい、これがね、実はこのゲームすごい重要なんですよ。まあ、1つ目の一番近いやつはここにある赤い箱、各マップね、どのマップも4つ必ずあるんですよ。4つあるんですか？4つあるんですよ、うん、で近づくと三角ボタン、三角ボタン、はい、表示されて1回押すと箱が開きます。どうぞ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 。開きました？どうぞ。開きました。開いたらなんかいろいろパラパラ出てきましたね。パラパラ出てきました。出てきたのをまた三角ボタンで取る。三角ボタンで取る。お、取った。はい。お、取った。あ、先生。取った。先生、はい、これ、あの、一回開けたら終わりじゃなくて、全員取れるんですか？もちろんです。あ、あの、全員取れる。そう、全員取れます。はい。ああ、そうなんだ。じゃあ、あの、譲り合わなくても大丈夫なんですか？あ、そうです、そうです。見え方が違うってこと。見え方が違うんですよ。陽介さんが開けても、姫さんが開けてなければ開いてないんですよ。開いてないってこと。なるほど。そういうことか。姫さんから見ると。で、開けたら、レーダーにはもう1個消えましたよね。あ、消えた。消えました。今開けたやつ。はい。で、これは離れて一定時間経つと、また箱が復活します。じゃあ今度、2つ目の箱行きましょうか。こちらへどうぞ。ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっとやめてください。お願い。ちょっと、ちょっと、ちょっと、やめてください。押すな、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 ここにまた箱が、はい。はい、じゃあ開けて、取ってみて。あ、開けて。あ、痛い。ちょ、待って、いきなり先生殴るのはやめてもらえます？いきなり先生殴るのだけはやめてもらえます？先生も、先生も痛いって言ったけどね。これは暴れん坊ですよ。これは暴れん坊です。すみません、うちの暴れん坊が。はい、ごめんなさい、先生、取りました。箱を開けたら、じゃあ。取りました。はい、先生、熱いです。熱いですか？熱いです。じゃあ、またね、箱取っていきましょう。はい。走る。箱取っていきましょう。箱、ね。やばい、また操作間違えそう。ちょっと殴んないでもらえます？はい、ちょっと今、まあ、3つ箱開けたんですけども、はい、画面のね、右下見てください。はい、さっきまでなかったスパナーというか工作のマーク出てました。これが表示されてる時は何かしらのアイテムが作れますよって意味なんですよ。ほう、工作ができますよという、はい、はい、そういうことです。で、工作の仕方は、まあ、何種類かあるんですけど、真ん中の、コントローラーの真ん中のパッドですね。パッドを押して、こっちって押すと、工作モードに入ります。みんな今一斉にしゃがみまして。すごい。バックパッド。もうお昼、もうお昼、弁当。ちょっとシート広げる感じです。こんな勢いで。この時間面白い。こんな勢いでしょ。ちょっとシートをこれで、ここで広げる感じですか、はい、広げてますよ、今ね。バックパック。リュックを開けて。リュック開けて。そうすると、今工作モードに入るんですけど、入ってるんですけど、上からね、打撃用、ナイフ、治療キット。治療キット。はい。火炎瓶、爆弾。爆弾が作れるの？
煙幕、爆弾も作れるんですよ。はい。すごい。で、作れるアイテムの左側にスパナーマーク、工作マーク。あ、がついてるってことなんですね。ああ、ついてる。はい。そこに合わせて何でもいいので適当に選んでいただいて、丸ボタン長押ししてください。じゃあ、火炎瓶、火炎瓶作ります。はい。じゃあ、私、治療キット作ります。治療キット作ってください。はい。わあ。はい。作りました？ 1になりました。もういいぞ。はい。じゃあ、作ったら、また、真ん中のパッドを押して。あ、火炎瓶持ってる。はい、火炎瓶持ってますよね。はい。で、このアイテムの選び方なんですけど、はい、さっき十字キーの左右で銃を選びましたけど、はい、はい。その両量で、今度上下ですね。上下。十字キー。あ、なるほど。下と選べる。十字キーで、今作った工作したアイテムを選択することができます。これだ。僕は煙幕作ったので、煙幕今手にしてますよね。わ、すごい。すごい。梅さんは、それ治療キットですね。治療キット。包帯。包帯。包帯持ってんだ。洋介さんは、火炎瓶。火炎瓶です。はい。これ工作の仕方と、作ったアイテムの選択の仕方ですね。はい。うん、じゃあ使い方はちょっとまた後でやりますので。はい。じゃあ今度また箱を巡りしていきましょうか。箱。お宝。あれちゃんはお宝好きですからね。お宝好きですからね。そうですよ。よしよし。はい、また開けて。はい。集めてください。これ以上持てないってなりました。包帯ゲット。持てない。持てないやつは持てないんですよ。はい。持てないやつは持てない。今度、一番最初に開けた箱、もう復活してますよね。なるほど。あ、本当だ、はい、こういう感じで、どれくらいかな、多分1分。あ、これ以上持てないって出ました。あ、出ますか、はい。それは持てないです。持てない。よすけさん、持てないんだって。持てない。持てないんだって。そんなんじゃ持てないって。そんな人生ですよ。持てない違い。持てない。あ、先生、また、なんか、おやつ食べてる。はい、じゃあ、バックパック開けて、おやつ。ちょっと早弁してるよ、先生。今、なんで持てないかっていうと、その、各ね、素材ってのは3つまでしか持てないんですよ。あ、ほんとだ。あー、なるほど。わかります？はい。洋介さん、今、何が3つあります？刃物が3つ。刃物が3つあって、今、刃物が出たので、それが多分持てなかったんですよね。刃物が持ってなかったんですね。はい。で、工作すると、それが減るんですよ。なるほど。はい。じゃあまた今作れる。作れる工作をして。アイテムの工作をして。ナイフ作りました、ナイフ。はい。作ったらその分、素材が減りますよね。減りました。本当だ。本当だ。はい。これが工作の仕方です。煙幕も作っちゃう。すごい。面白い。よし、作った。バグラーも作っちゃう。はい。わ、私なんか、うわ、すごいの持ってる。何これ。先生、これは体力とかに関係なく工作っていうのは作れる感じなんですか？体力は関係ないですよ。関係なく。工作。いくらでもその、はい、素材さえあれば、いつでも作れる。いつでも作れます。あ、はい。これすごいの持ってる。俺も持ってるぜ。ほら。これですか？僕も持ってますよ。すごい。はい。これまた十字キーの上下で、ね、選ぶ練習してください。はい、はい、うわ、はい、わ、ね、はい、こういう感じで状況に応じて銃に持ち替えたり、傷ついたら治療キット持ったり、火炎瓶持ったり、おすごい、煙幕持ったり、すげえ、ね、これも戦っていくうちに、やっていくうちに状況に応じて今これを使うべきっていう判断ができるようになってくると思うので、じゃあ、今度は、あ、じゃあ一回これ出ますね。はい。はい。時間なんで。先生、わかりやすい。わかりやすい。わかりやすい。いやいやいや。あれ。いやいやいや。わかんない私でもわかりやすい。いやいや。わかりやすい。殴っちゃうけど、わかりやすいね。殴っちゃった。殴っちゃうとは思わなかった。最後までご視聴ありがとうございました。
ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録がお済みでない方は下の赤いボタンをクリックして登録してください。コメントもお待ちしております。一緒にプレイされたアモさんのチャンネルは下の詳細欄にリンクが貼ってありますので、そちらからご覧ください。この曲もアマオさんが作曲されたんですよね。はい、アマオさんです。次回もラスアスやってくださいそれ、あの、モノマネですか、ね、怒られるはい、バイバーイ、またね、却下だな